雑誌のお話なんですけれども、はい、持ってるやつだ、はい、ラルムの最新号が昨日3月30日に発売されたばかりなんですが、うん、かなのさんとさきなさん姉妹揃って表紙に登場しています。すごい、しかも特装版ではお二人それぞれが単独表紙を飾られているということで、すごい、皆さんこちらに大きく映ってるんですけど、恥ずかしいな、恥ずかしいな、私ももう見ました、すぐ、あ、私見ました、嬉しいって言ってね、トンチキのグラビア見てくれましたか？ま、中身はまだ見てない、表紙だけ見たんです。すごい脱いでるんですよ、めっちゃ脱いでるんですよこの人。でも見どころ、かなりなんかあの今まで写真集とかでもいろいろやったんですけど、それよりも脱いじゃったっていう、のグラビアよりも脱いじゃった、もうこれは結構見るしかないわ。エアちゃん大ファンなんですよ、お二人の。あ、そうですか、嬉しい、ありがとうございます。さっきからモニターに手振ってたんです、ありがとうございます。え、本当にファンですか？本当に、楽屋とかでもずっと MV 流してたりしてて、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひ読んでください、中身を熟読しなさい、熟読します、というわけでまだまだね、はい、お二人には聞いてみたいお話たくさんあるんですけれども、うん、そろそろお時間となってしまいました、はい、バイバイ。最後にですね、会場に来てくれてる皆さんと、そして配信を見てくれてる皆さんにメッセージお願いします。お願いします。これは何のイベントですか？何のイベントですか？10代の超10代、超10代、これは10代、10代に向けて、10代に向けて、頑張ってください、皆さん。みんな頑張りましょう。頑張ろう、頑張ってください、ありがとうございます。あ、トンチキさん、これから新しい季節でね、春でステップアップする方もたくさんいらっしゃると思いますので、新生活をなんか楽しんで過ごしてくれたらなと思います。そういうことね。ありがとうございます。ね、みんなもね、綺麗なこう振り袖で、ね、選んで、選ぶのも楽しいから、うん、成人式楽しみですね。ぜひぜひ、はい、つかつか、というわけで以上、ラルムスペシャルステージでした。カナノさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。かわいいな、成人式思い出す。てかさ、なんかエアさ、ちょっと多分ファンだからかもしれないけど、めっちゃ口数少なかったよ、ね、それな、あんた MC やぞ。じゃあさ、知ってんだけど、緊張してるでしょ。うん、だってこんな距離でいるの。まあまあ近いけど ね、みんなよりも近いし、ね、近いけどね、惜しそう、この距離よ、普通に緊張しちゃう。みんなもこの距離よ、惜しそうね、惜しい、エアちゃん惜しい。わー、いっぱいいる、ありがとう。他の皆さんもいっぱい私たちに手振っちゃってください。